京都市内にあるスーパーマーケットの鮮魚コーナー。こちらに見たことのないマークが。実はこれ、MSC 海のエコラベルと呼ばれるもの。イギリス、ロンドンに本部を置く国際非営利団体の MSC が管理している認証制度。そんな海のエコラベルは、漁業関係者と消費者が一体となって水産資源を保護していくためのもの。販売されている多くの水産物は数が減っていて、ギリギリの状態で取られた水産物なのか、それとも枯渇しないよう漁業関係者によってしっかり管理されて取られたものなのか見分けがつかない。そこで MSC 海のエコラベルをつけることで、消費者にこの水産物は資源と環境に優しい漁業で取られたものだと示す。それを消費者が知って購入することで、漁業関係者と消費者が一体となって水産物を管理保護していく取り組みなのだ。そんな MSC 認証について京都府は全国に先駆けて取り組んできた。その結果、京都府のズワイガニと赤ガレイ底引き網漁業は2008年にアジアで初めて MSC 認証を取得した。気づいてます、ついてるなっていう感じは、うん、それがあることによって安心できるかなって。認証を受けてからおよそ10年、少しずつこのラベルは認知されてきている。事業者の皆さんがやっておられることっていうのは、一般の消費者の皆さんには見えないところでの取り組みということになってますので、まあ、店舗で一般の消費者の皆さんがブルーの幕がついているものを選んでいただくというのが、一つ側面的に漁業者の取り組みの支援していただく、勇気づけていただけるというところにつながっていくというふうに思っています。